A 4クランクインがお送りするポッドキャスト A トーク4映画文筆家の児玉瑞希です。クランクイン編集部の阿部です。本番組は映画、ドラマ、小説、漫画などカルチャー全般からライフスタイルまでテーマに合わせたゲストをお呼びしきっと誰かのためになるトークを展開する番組です。今回は前回に引き続き DVer のユッにお越しいただいております。 ええ、すごい。なんか二人とも映画へのアクセスがほんとすごいですね。なんか私見たことない映画ばっかりだったから。ええー、ごめんなさい。ユッケはすごい名画だとか、ミニシアターとか,かうん、うん。あ、すごいかっそうそう。私は新作を全然見ずに、<laughs> あのー、あれです。人望庁シアターとか、えっと,、まあ、と、いろんな日付の特注上映だったり、うん、あの、 声声がアーカイブだったり、そういうのをなんか。うん、ですよね。見がちのところがあるので。うん、ベーラで多分一緒の会に。行ったことがあるえ、いつですか。<お>どれ俺、誰<や>だ。すごい、すっごい前で。何を見たのかも忘れちゃったんですけど。私。でも私、ベーラが大体覚えてなかったりしますよ。<laughs> <laughs> まあ、おさえとくかみたいな感じで言って、何も記憶に残んないみたいな。全然平気でしょ皆さんも映画, <laughs> 映画好きとか、映画これから見たいって人も安心してください私映画見て何も覚えてない時ありますね。<laughs> 余裕である。あるそれはありますね。うん、覚えられない、ねうん。覚えられない。でも、そうそう、ベーラでのかと,だとかだと特になんか一本じゃなく、一、うん、日何本も見たりもするから。 なべね。ゆっきゅんがやっぱり好きだったりとか選ぶ映画って、なんか中年女性とか、おばあちゃんとかが結構多くて。私は全然意識してなかったです。なんかそう言われて10個ぐらいあげると確かにそうかそうそう。だから、大和監督のホットギミックがすごいあの、浮いてるね。異質に思える。そうですね。でもそれはもう山、私はもう山戸太田なので、あの、はい、あの、小玉さんの名長 田村京平さんと小玉さんの、えー、協調である、はい、えー、日本、彼女たちのまずなし、日本への女性作家、え、絶賛発売中の、こちらで、<laughs> <然>あの、山という議論を満を持して、小玉さんが、えー、書かれていますけれども、あの、私、ありったけの山と資料を、 小玉さんに貸し出しました、はい。あ、そうなんですかあらすずできた村さんも書いてくれて受けました。あ辞で、そうそうそう。ユッキュンにお礼を捧げてるんですけど本当にこれは、この山と雪論は、ユッキュンがいなかったら絶対に書けていなかったので、うい,うでいや、それは資料を貸してもらったからとか、そういう話ではなくて、うんうん、私、自分のトークイベントにユッキュンが来てくれたことがあって、 うん、でその後に2人で確かご飯食べに行ったんだけどどれですっけど山崎まどかさんとのあはいはい、はい、あのメサロシ,メサロシマールタのツ、はい、イートで来てくださっていらいらいでもあの時に一文字も書けてなかったと思う私はあそっかもう締め切りとかも確か過ぎてたんですけど書けてなくってどうしても書けなくってうん、うん、でその時にか貸し,したんですよそしたらゆっきゅんがすごく励まして励ましてくれるって。 だというか、か絶対にけるからって言っててて、言くれ確かなんかそれで勇気が出てやっぱ大和ゆうきろんってゆっきゅんみたいにすごい大和さんって根強いファンがたくさんいるからなんか重かったのすごく<ー>なんかいろんな人の思いを背負ってるって思いすぎてしまって結構思い悩んでしまったんですけどなんかもうそのファン筆頭であるゆっきゅんがそう言ってくれるならって思ってなんか。 ちょっと肩の荷が降りてようやく書き始められてっていうのもあったのででも,たで,でも全然まあ、力不足だったのでちゃんと続きを書かなきゃというかリベンジをしたいなじゃあもう新作が出るたびに <laughs> 楽しみにしてますねアップデートした文章が、はい、まあでもね監督論って、はい、監督論もそうだけど作品論ってなるとまた ちょっと書き,書きやすくなるというか、あの、も、うん、あると思うし、それ,それももっと読みたいですね。うんうん、え、ゆキきゅんって作家論と作品論、どっちが書きやすい作家論なんか書かないよ。<laughs> 書かされないもん、別に。<laughs> やっぱ作品論なのか、そっか、そっか。うん、でもさ、だから作家論ってなると、もう構え方が違いますよね。うん。まず全部見直すでしょう。うん、<で>あ、そっか。 まあでも作品論ってなってもできれば、監督作は見たいですけど、他の。そうですよね。その、一作だけ見て書くのはなかなか、なんだろう,んうん、うん。う作品論が苦手なの、すごく。あ、え作品論書くことの方が多分多いのに、パンフレットとかにも寄稿してるから。うん、ええー、逆じゃないんですか私逆なから思ってました。 私は得意なのでユッキュン作品論ばっか書いててすごいなってねいやっ書いてないわ何も書いてないです私は映画って作家論っていやでもそれってすごい大事なことですよねなんかその作家性を常に見ているってことですよねだからまあ作家論は作家論でもたくさん作品撮ってる人の方が書きやすい多ければ多いほどその人が何を書きたいかっていうのが伝わってきやすいから そうそう私はすごい作家性というかこの人が何を伝えたいのかっていうのを探るのが結構好きなので1作品だけってなると分からなくなっちゃったりするから作家論の方が実は書いて,て楽しいしえ,えかっこいい。いやでもいや <laughs> なんか最近その歌手とかについても書くことがあって。 まあ1つの曲例えば「シュプール」で今連載させてもらってるやつは1つの歌詞を引用して、うん、まあ,あくまでその曲についても分析というか書きつつその歌手がいつも表現していることっていうか、うん、なんかその,その人のなんかボイスみたいなところが凝縮されてる歌詞を引用か切り取るみたいな、うん、そういうことだからなんかその作品論でありつつ作家論でありつつみたいな感じで。うん、融合してるね。 なんで、むずいんですよ、私は。あ、そうなんだ。うん、なんかその曲について書くんだったら、うん、こう、いくらでも広げられるけど、この曲はこうで、でもこの曲はこうでっていうのもやっぱあるし、あとその人自体に、うんその、その人の表現自体にさ迫るっていうのが、なんか、やっぱり、うん 何を自分が言い切れるんだろうって感じがして、うん、結構なんか奮闘中って感じ苦手っていうか、うん、なんか感じがするのでサッカー論それはサッカー論が得意っていうのはやっぱり見る体力あるからだと思いますねいやいやいやそ、うん、んな気がしますかしかも作品数が多い方がいいだなんて <laughs> <laughs> よく言えたものだわ。すごい,、ねいや。でもさすがに浜野幸さんとかね、300本以上になってしまうので。うんうん、そうですよね。それ,それは多すぎるんですけど、<laughs> まあ、えー、何十本かってくれた方が。まあいいかもしれないです、ねね。どの映画でもこうなってるなとか、そういうところが個性になりますもんね。うん。そうそうそう,そう。いつもこういう、いつもこういう性格の人物が出てくるなとかね。そういうのを見つけるのが面白いというか。すごい作家性ゴリゴリの人と、 うん、そうじじゃない人いるじゃなないいい人るですか、うん、それでもやっぱりどこかは見つけられたりするんですか共通点というか見つけたいですねでもなんか楽しいですよね楽しいのは思い出してきました今監督で見るぞってやって見てる時って、えー、うん、うん でも時間があればって感じですね。そうなんですよ。だからその忍耐力というか時間の使い方がすごいなと思って。いや、私結構ジョージョー・ヒデオさんとか好きなんですけど、作品数が多すぎるし、本当に職人肌なので、は。ジョージョーさんになると難しいですけど、いつかは描きたいなとは思います。これださんとかは描きやすい方だと思います。ああ、確かに確強い。そうですね。なんかそのテーマ、テーマと、まあ撮影、撮影というか、 演出と撮影とっていうのでもどれも分かりやすいと書きやすいですよね。一貫してるものがあるとね。そうですよね。そうちなみにあの話をちょっと戻っちゃうんですけど、あのユキ君が浜崎あゆみで、あの言いしたフレーズがサリアルだったのが s a リ i a l です。そうです。もう解釈一緒って思った。てか読んでくださったんですかね。ありがとうございます。いやなんか。 浜崎あゆみが凝縮されてる曲をなんか一曲選べって言われたら私も多分サーリアルを選ぶと思うんですよ、ねうん。ですよね。やっぱあそこに立ち返れますよね、よ何度も。<laughs> 私も一番好きかもしれないですえ、嬉しい。なんかそういう一本から紐解くみたいな。うんうんうん ありますよね。ありますね。アルバムだったら、やっぱ、Asong4 が好きなんですけど。てか、これ、Asong4 なんですよねこのタイトル。そうなんですっちゃった今みんな誰も言わなかったけですぐ突っ込みましたよ。小玉さんが始めましエう。はっ ?Asong4 じゃん。い i n e 決めてくれたんだけそうそうそう。え、小玉さんが決めたの私もチームアイ u だったから。そう。でも結構いいタイトルスして。全員チームアイ u ってことですかチームアイ u え、違証持ってますよ。あ,あのあ、ピンクの。 私十周年とかの小学校くらいのライブは全部行ってます。あやばい。小学校で。いや、私会員証なんてもう発行されないですからね。ああ、そうなん、そうなん、今そうなんですか。会員証時代の人の。あと、そう、USB も持ってます。あの、えっと、なだっけ。の？うん、USB バージョンとかすごい携帯が出てたんですけど。やばー。あれとかも持ってます。多分、残ってます。あと、なんか香港、香港か台湾かのなんか写真集とか。 言ってください。すごい、家にあります。え、USB 買ってる人いたんだけど、ちょっとびっく USB 懐かしすぎて、びっくりしたよ。ったよね、その販売経ありましたね。あゆパンもいっぱい持ってましたし、懐かしい。あゆパンしいいっぱい持ってました。タオルもね、死ぬほど買いましたし。そう、だからあゆ、あゆでサッカー音楽ならやっぱサーリアルが。そう、うん、わかります。その気持ちはすごいわかる。 そうなんだよね、うん。いい曲だよね。いい,よねいい曲。いい曲。いい曲。配信する時ちょっときはちゃんとサーリアル挟んで配信しますね。あ、ぜひ、あのミュ,ミュージック、ークプラストークで。うん、あ、そうそうそう。そう。で、えっと、私は山田勇気が好きで卒論も書いたから、あのその時とかに使った、使ったっていうか、集めた資料を貸ししたんですけど、うんうん、そう、フェミニズム映画、最高の女たち、最高の女たちってなると、 ホットギミックじゃないかもしれない。私、うん、山さんの映画はどれも好きなんで、うん、まあ、なんですけど、この映画は本当に、あの、初めて、大和勇気映画の主人公が、それまでの映画は大和さんみたいな人が主人公だったんですけど、うん、ここではきっと観客として想定してるような女の子っていうのを主人公にして、うん、その人がこう、自己認識が変化していく様っていうか、それは認識だけじゃなくて、まあ、嫌なこととかあってなんですけど、 それを描いてて、あ、すごいなっていう。うん、まあ、ホットギミックガールミツーツボイっていうタイトルから見ても、ボーイミーツガールっていうのが永遠に唱えられてきた中で、反転するんですよね。映像の中でも、最初に。うんうん、それで、こう、自分の体が自分のものであるっていう認識にたどり着くまでの映画っていうのを、 少女漫画原作で、うん、青春映画、えー、若年層む向けに宣伝される映画として撮ったのはすごいことだなと思っています。うんうん、今のユッキュンの山戸結きは今まで自分みたいな女の子を描いてたけど、観客の女の子を描いたっていうのがすごい良かった。 <laughs> 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 でもこれ見た時っていうかすぐ思ってましたね。うん、やまさにでもそううだと思うそれまではおとぎ話みたいもそうだしあの子が目で撮ってるもまあ溺れるナイフも割とそうか溺れるナイフは知性とかで言うとまた別かもしれないんですけどそのすごく自分の意思がある女の子っていう感じだったけどんなんかそうじゃないもうちょっと受け身だったりとか <laughs> なんか自分に自信がない人 っていうのが初めて主人公になった感じがして、大和映画の主人公っぽくなかったんですよね。これを最初見た時に。うん、思いましたねうん、うん。でも最終的に完全に大和映画主人公った。<laughs> <laughs> 言葉止まんなくないし <laughs> <laughs>。確かに。なんか。 私浜崎あゆみも結構やっぱ最初とかは自分に向けてとか自分のために歌ってたと思うんだけどどん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 こうファンの女の子たちに向けて歌っていくというかそういう瞬間があったような気がしてそういう作り手が。<laughs> こう自分に向かってた矢印をいきなりこう外に向けて向ける瞬間みたいなのがすごい好きでだから間。ええー、それちょっと待ってパッて出てこないから、はい、ちょっと時間もらっていい <laughs> で,でもなんかそう感じた瞬間があって、えーうん、ちょっとそれを思い出した,すあたなるほど確かにあの有名な絶望三部作はね自分の恋愛経験とか言って「ーボーン・トゥ・ビーフリー」とかは多分。 外に向けてですもんねあのあたりですか二千五六年スターティングそうですねスターティンとかあの辺は確かに外に向けてのエルエルビューティフルファイターとかも多分その辺のビューティフルファイターズいい人ですよねえいい曲シークレットに入ってるんですけどその辺りからやっぱり外に向けてる気がしますすごいヤマトと天崎行き来できるなんて夢私の頭の中のようです夢のようっていうのがそのなんかこうなんか本当に私の頭の中でよく見る夢のような シナプスになっていてもちょっと危険ですあとやっぱ大和裕樹と浜崎あゆみたいに何かこうオーディエンス映画だったら観客かを何かこう明確に女の子って向けてる作り手が好き女の子っていうのは性別が女の子っていう意味じゃなくていわゆる概念的な女の子っていう意味なんだけど何、うん、かちゃんと女の子に向けて発信しようって思ってる作り手が好きかもしれないうん、うん、それを口にしてくれるというかあゆってそういう感じですか え、私そう思ってた。あんまり考えたことなかったか。なんか私、それ感じたのが何年か忘れちゃったんですけど、ライブのメイキングを見てる時になんかあゆがあのー、な,なんかオーディエンスを女の子って言ってて。 女の子たたちっっっててていう,ふうに言ってた時があって、えー、もちろんいつもみ結構みんなっていう言い方する時もちろん多いけどもなんかあったんだよねそういう瞬間が。えー、でそれでやっぱあゆにとって女の子たちっていうのが結構大きいのかなと思った時があって昔、うん、それがずっと頭に残ってる。うんうんうん、そうですね大和さんは特にすごくそういうことをあの発信するし<う>意識している。 で私はあの女の子って言われようとえ誰に向けて作りましたって言われようともう疎外感を感じない才能っていうのがあったのでうん結構女の子っていう単語だけでも口に出しづらいしやっぱり。 みんんなのたたために作りましっって言った方がいいと思うんだけどそこをあえて女の子たちに向けて作りましたよっていうのを同時に言ってくれる人ってすごい貴重だし、うんうん、そういうふうに言っていいんだなって思えたところが結構あって。まあ、宛先が明確な作品っていうのは、うん、そ,のその人自体じゃなくてもいろいろと明瞭になるっていうか、うん、その作家自身にとってやるべきことが明瞭になる。 っていう作用は絶対あるので。まず作品が良くなるとこもありますよね、多分。何か判断をするっていうときに、じゃあ誰が見るのかってなったってみたいな。とかもあると思うしう。なんか言おうとしたんだよな。<laughs> 今結構いいお時間でですね。なんか。五十二分経っちゃってる。<あ>どうしましょう。そろそろ締めます。じゃあ、そろそろ締めましょうか。うん じゃあ今日はユッキュンにいろいろシスターフット映画を紹介していただいたので、<laughs> ぜひ皆さん見れない作品も多いかもしれないんですけど、愛の新世界は FOD で配信中ですねで。ユリコ・ダス・ビダーニャは DVD を購入した人は見れまかすま。<laughs> 公式サイトから、はい。いホットキミックは各配信サービスで配信中にします。ネットりだけかなネットフリだけだそうです。うん、はい ちなみに、あゆが変わった瞬間は、小玉さんはいつだったんですかあそれ今日出さなきゃいけない。いや、じゃあ今度くらいで。そうだそうさっき言おうと思ったのは、その外に向く、うん、内に向くみたいなことで言うと、まあ、別に山和さん、あの、ホットギミックより前も外には向いては、うん、いたと思うんですけど、んなんかそういう時に、これでも個人的な世界っていうか、うん、なんかそういう個人を経由して、すごく個人的なことを描くことで到達できる普遍みたいな、その、うん、なんかみんなって思うと、 ぼんやりするとこもあるじゃないですか。外って言っても、それが女の子なのか、誰なのか、たった一人誰かなのかとか、そうん、いうのがあるから、なんかその、小玉さんがそういう意図で言ってるのじゃないのはすごい分かってるんですけど、ホットギミックから山と雪が外に向いた的な。 うん、ののそのそうじゃないとして前の作品もすごい普遍性がのあるものだったっていうことをどうにか今言いたかったんですけどでもわかる、うん、伝わってますわ、うん、かりますちなみにゆっきゅんの歌手活動も結構対象が宛先がはっきりしてたりしないですかそうですね疲れてる人 めちゃくちゃ面白いですよ <laughs> 私<だ>今。今考えてる、今年出すような歌は、まあ疲れてる人をターゲットに。うん、あ、私だ。疲れてるとかって歌,を歌うわけじゃないけど、<laughs> うん、誰に聞いてほしいかなっていうのは、まあその、緩やかに変化というか、うんうん、広がったり、一人になったり多分しながらですけど、うん、まあ疲れてる人に聞いてほしいなっていうのを今 <laughs> <laughs> 思ってますね。<laughs> うん すごい、はっきりする。面白い,、うん、いなるほどじゃあゆっきゅうほかに何か告知とか宣伝とかがあったらお願いしょう、えっと、今見たい映画が「ソウルメイト」です <laughs> 私コメント聞こうしてるんです見たいんですとにかく見たい <laughs> 見たい今とにかく忙しくてなんだかそうですよねありがとうございますって来ていただいて嬉しかったですけど「<laughs> ソウルメイト」はもともと香港映画で、うん、なんですよねそれ知らなくて私 あ、児<の>玉さんが言ってたのを聞いて知りましたうん、うん。そうそうそう、で、今回韓国でリメイクされたんですけど。うん、あの、モチーフとしても変わってるところがすごくあるし、私は。映画として結構全体的に大きく変わってるようなところもあったなっていうのもので。もともと、もともとのやつも、もともと見てたんですか。見てました。はい、はい、はい。私、あの、デレクション監督の。<お>あの、少年の君という映画がもともと大好きで。で。出た 本当に好きなんですけど <laughs> それで過去作も辿ってみようと思ってソウルメイトに辿り着いてそれで見たら結構クイア映画だと思ったのその映画に関してはただ韓国映画の方はクイア映画って言われるかって言われるとちょっとまた違うような気がしてそれぞれに魅力があるなって思いますね<ー>大枠は変わってないんだけど同じなんだけどどっちも見てみ、はい、見ます なんか見比べてみるとすごい面白いかも。<ー>改変の仕方が。うんうん、見てみたい。はい。ぜひ楽しみ。楽し告知は、えー、っと、まだないかな。えっと、SNS を見てください。<laughs> えっと、アンとシュプールとテレビブロスで連載をしてるので読んでください。<laughs> はい。ちなみに次に出るアンアンは私も出ます。あえ実は。 インタビューでいやんかすごい変なインタビューをされてセクシーな人誰だと思うっていうインタビューをされてんかちょっと変わった記事になってるえ楽しみ誰なんだろうセクシーなえその人めっちゃ困るな誰だろう考えながらセクシーな人誰ええセクシーな人セクシーな人って結構難しい難しい難しいなんかあんま セクシーっていう定義も抗議だし、うん、なんか答えの気まどくもあるから、うん。そうですね。なんかエッチであるとはまた違うじゃないですか。え、あなんか企画書にそういう意味ではありますんって書いてた。そうですよね。肉体的にエロスじゃなくて、セクシーってことですよね。もうありつつでも違うみたいな。ええ、迷っちゃいますね、それ。 日本人で出したんですか外国人で出したんですか私は日本の方と外国の方と一人ずつ出しました、えー。気になる。絶対顔。でも大体予想通りだと思いますよ。へぇ、えー。<laughs> いや、私全然なんか答えられないな。わかんない。うん、ビヨンセだわ。あは <laughs> 確かに。<laughs> ビヨンセめっちゃセクシーでした。ビヨンセライブ映画。あ、最高でしたね。ルネサスです。はい 私結構ィーバンのドキュメンタリー映画が好きでわかりますあの私いまだにネットフリックスで今も配信されてるレィー・ガガのドキュメンタリーがすごい好きで何回か見返してますあれ本当に日本人もああいうの一個ずつで一個ずつ一人出してほしいんですよね出してほしいなかなか出ないですね出ない方は多いですよねあそっかこれからビジネスとして流行っていってほしい気持ちがありますね音楽業界でこんだけテイラーと。 なんか人気ある人がっていうのももちろんだけど、うん、舞台裏での姿を見せて再ブレイクする人絶対いると思うから、私は映画も好きですディーバも好きだから、ディーバ映画もっとでうん、うん、出てほしい。私、レディーガムがさ、そのドキュメンタリーの中で、うん、なんか女性で生まれてごめんなさいみたいに弱音を。 さらけ出してるところがあって確かそこですごいグッと来ちゃってそれからレディーガーそれまでそこまで聞いてなかったんですけどすごいずっと聞いてたみたいなそれで言ったらインベッドウィズマドンナっていうじゃあ最後に紹介してほしいマドンナのえっと1990年のツアーにめっちゃしたドキュメンタリー映画これも配信で見れないんで本当にすみませんツタヤでかな できなかったら中古で買っ私は DVD 買いました <laughs> でなんかそのツアーのパフォーマンスが過激すぎて、うん、えっと警察が来たりとかするんですよでその時の毅然とした態度とかもすごくかっこいいしセクシーだしなんか舞台上にベッドを出して過激なパフォーマンスをするのを取り締まりに来るみたいなのがあってそれでダンスそ,れをその日になんかダンサー集めてエンジンみたいな時に。 みんな聞いて、今日は警察が来てるわ。えー、みたいな。<laughs> 私が指を入れたら、逮捕よ。ああ、よしよりよしみたいな感じになって、結局そのまま公演はやって、なんか別に逮捕はされないんだけど。えー なんかその、マジのバッドビッチっぷりっていうか、うん、なんかちょっといいかもって感じの人が見に来てて、その感想がなんかすごく上手だったよって言われて、出て行った瞬間に、上手って言ったみたいな。あんなこと言われるぐらい見に来なくていいんだよ <laughs> みたいな感じでずっと消えちゃうとか、<laughs> 電話を取ってき切ってからありえないみたいなこと言ってたりとか、<laughs> かさマジでバッドビッチって感じで良、えー、くて。でも一番やばいのが、<laughs> なんかその、 地元にいた時の女友達が出てくるんですよ。うん、で、それが、なんかその、その子と、すごく仲が良くて、なんかその性的なこととか、もういろんなことを、その子と初めて、こう、体験したみたいな相手で、その地、自分の割と地元での公演の時にその人が見に来てて、うん でそれで、まあ、関係者というか,なんか連絡取ってきててあなたに2回手紙を出したんだけどその人のインタビューエードとかもあってマドンナに2回手紙を出したけど帰っては来なかったみたいなことを言ってて、うん、でもなんかすごく大切な人で,でマドンナにとってもきっと大切な人で、うん、それでなんかあの自分の次生まれる子供の名前を付けてほしいってその人が言いに来るんですよ。えーはい、っていうところがえ私この映画で。 こんな気持ちになると思ってなかったから、うん、急に、その、<laughs> 急に、急に来るんですよ。<laughs> 急に、そのなんか、急に心が粉々になるような感情が差し込まれてきて、えー、え、待って、ちょっと待って、今なんか、ゲラゲラ笑いながら見てたんだけど、みたいな。ジェットコースター状態ですね。そう、忘れられない。うん、そういう場面もある、すごなんかすごい映画なんですよね、フォ、えーゲリーマスターお待ちしてます。お,おそらく DVD しか。 レンタル、すれは見れるかもしれない。じゃあ、ぜひ見てください。え、もう一本だけいい大丈夫ですか時間。いや、あのね、ジェニファー・ロペスが出てるマリー・ミーっていう、誰も見てない名古があ私、周りの周りはすごい見てましたし、大評判だったんですけど、私は見れてないんですいや、マリー・ミーが、ま、あの、王道のロマコメ作品なんですけど、 もう、ジェニファー・ロペスのドキュメンタリー映画なの、完全に。えー、としても見れるから、すごい面白くって、えー、なんか多分。 誰も好きじゃないんだろうなっ思いながら見てたんでけど。え、でも、私はすごい、評判は良かったですよね。まず、見る人は好き。あ、これ、その映画を好きな人が見ると思う。うん。私はほら、あの、キネマ順法の星取りで見て。お疲れ様でした。私しか評価してないと思っちゃった。星取り他さんだったんですか多分、評価がその、あ、そうなんだ。見たい。 なので、ちょっと寂しくなってたんですけど。次回、ディーバー会しましょうよね。ディーバー映画やりましょうよ。ディーバー映画ディーバー映画まだまだあるよね、まだまだ喋れますね。ディーバー映画、ポッドキャストできますそれでいつ月に沈むから。始めまして。月に沈むから。それで言とさ、あの、エルキングブックスから、あの、先月、音楽映画の本が出たんですけど、ブ本が出て、私はアナザーミュージックっていう作品の作品表を 書いたんですけど、あのその前にどういうこと書きたいって言われて、いやディーバ映画について書きたいですって言ったら、ちょっと今回はあの見ないのでってるぞ。今日強調でやりましょう。ディーバ映画。だからその本の中で私はディーバ映画について書こうとしてたっていうエピソードなんですけど。あそうあアルツハイマもね歌いますから途中で。なぜか英語なんだよねあそこは。へえおかしい。ドイツ映画なのに。 そうなんだ面白いんだろうな。多分、アドリブなんだろうけど。じゃあ、ぜひ、また、いつか、リーマ映画特集で、お呼びしたいので、よろしくお願いします。お願いします。はい。今回は、ゆっきゅんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。我なる者たちの話、し損ねました。ありがとうございました。バイバイ。